皆さんいつもお世話になってます池間哲郎でございます。年齢66歳、未だ現役カメラマン、まだまだ頑張っております。じゃあ今日はどんな話か、パラオの国尾中村さんについてのお話です。誰それ、こんな国尾さんなんて知らないよって感じですよね。ところがどっこいそうじゃないんです。非常に影響力の強い方だったんです。パラオ共和国第6代大統領国尾中村さんのことです。去った2020年10月14日に中村さんは亡くなられたんです。その時に朝日新聞、読売新聞、共同通信、このような大手の報道機関がザーッとニュースを流しました。佐賀新聞、京都新聞、中日新聞、東京新聞、山陽新聞、西日本新聞、福井新聞、沖縄タイムス、そのような地方紙がバーッと中村国尾さんの逝去を報道された。それぐらい重要人物だったということをお分かりください。大変な親日家としても有名でして、何度も何度も日本に来られました。そして政治家、経済人と交流し、日本とパラオの友好関係に尽力された方なんです。国尾中村さん、漢字で書くとあの中村という字と、そして国尾の国は昔旧書体の国、もうお分かりですね。日系人なんです。1943年11月24日パラオの中心地コロールにて誕生するわけです。お父さんが日本人です。三重県伊勢市大湊町の出身、船大工の中村善七さんです。そしてお母さんがペリリュー島の州長さん、部族長と言った方がいいかもしれません。その娘さんのアリール・ベトクさん、お二人の間に子供さんが8名生まれるわけです。その7番目が国尾中村さんなんです。パラオ第6代大統領です。生まれたのはパラオの中心地コロールなんです。そのコロールのあるコロール島からさらに南に船で1時間ぐらい行ったペリリュー島に幼少期に家族と共に渡るわけです。ペリリュー島、若いですね、日米の大激戦地、非常に有名な島です。そこで暮らしていくんですけども、ただもう戦争が激しくなってくるわけです。もう大変な状況になっていくわけです。だから危ないということで、強制的にアイメリーク州というのがあるんですね。そこに移住させられたわけです。日本が1945年戦争に敗れました。その時で国尾中村さんは2歳です。だから記憶はほとんどないと思います。パラオは日本統治からアメリカの信託統治領に変わっていきます。その時に中村一家、お父さんお母さんは悩んだんです。どうすればいいんだろうなって。で、結論はお父さんのふるさとである日本に家族で移住するって決めて引き上げていくわけです。ところが日本も大変だったみたいです。食料不足とか、あるいは差別にもあったみたいですね。いろんなことが重なって、やっぱりこれじゃいかんということで、ペリリュー島に帰ろうということになったわけです。ですから、国尾中村さんも幼少期はずっとペリリュー島で育ってるんです。国尾くんはものすごく勉強に頑張ったみたいですね。それである程度大きくなってから、グアムに行くわけです。まあ留学みたいな形でしょう。牧師さんの家に寝泊まりして、そしてグアムのタモン高校、現在のジョン・ F ・ケネディ高等学校、そこに進学、それからさらにあの有名なハワイ大学に進学していくわけです。すると普通はですね、ハワイなんかで大学出ますとパラオの方々島に戻らないのが多いみたいですね。アメリカ本国に渡ったりして生活していくわけです。国尾中村さんは郷土愛がすごく強かったんで、パラオに戻って高校教師として頑張っていくわけです。それから1967年に政治家として歩み始めます。ミクロネシア議会選挙に立候補します。そして落選するわけです。落ちるんで、ミクロネシア議会というのはパラオだけじゃなくてヤップとかチュークとか、あのミクロネシア連邦、その一緒になって議会がある、その議会議員に立候補したわけですね。選挙の落ちた後は国連信託統治領の経済アドバイザーなんかやってる、やはり頭脳明晰な方だったようです。1970年アイメリーク州の有力部族の娘さんと結婚されるんです。これが政治家としての大きな大きな財産になっていくわけです。1978年憲法制定会議のメンバー38人の中の一人に選ばれます。憲法制定会議とはどういうことかというと、独立のための準備する会議だと思ったらいいです。その有力メンバーの一人なんです。それから1981年、自治政府が発足するわけです。
憲法制定もされるわけです。これで有名なのが、いわゆる比較条項が国際的に注目されたんです。どういう条項かというと、核など有害物質を国内に持ち込む可能性のある外国との条約協定には住民投票で 75% 以上の承認が必要であるとするもの。これは難しいですね。 75% というのは、核なんか持ち込もうとしても、これはダメだってほとんどの方思うと思います。それが 75% も OK というのは難しいです。当時のパラオの社会は大混乱に陥っていくんです。アメリカとの関係はもうごたごたしていくし、この比較条項、これに対してももういろんな意見が飛び交ってぶつかり合うわけです。大変なごたごた続きで、ストライキもどんどん起きます。あるいは爆弾テロです。これも多発するわけです。そしてとうとう当時の大統領が暗殺されたんです。1981年3月2日から1985年6月30日までパラオ共和国初代大統領だったハルオ・デメリクさんが銃撃されて暗殺されてしまったんです。私たちのイメージは、あの綺麗な南の島、青い海、青い空、小さな小さな島国、穏やかな人々というイメージありますでしょ。違いますよ。パラオ結構気象激しいですわ。国王中村さんは1989年に副大統領に就任するわけです。かなり現実的な視点を持って、リアリズムに徹する立派な政治家です。中村さんはアメリカと一緒になって仲良くやって、そして独立していった方がいいという考え方を持ったんです。しかしアメリカとの関係では比較条項があるんです。 75% の人々の承認を得ることは難しい。だから分離したんです。比較条項と分離してアメリカと一緒に仲良くやっていくことも大事じゃないかなということを訴えたわけです。そして 50% の OK の承認が得ればアメリカと一緒にやって独立を達成しようというふうに持っていったわけです。1993年、大統領に国王中村さんは就任いたします。アメリカと仲良くやっていこうということも、住民の投票で承認されるわけです。1994年、独立を果たしました。そして国際連合にも加盟をしたのです。中村国王大統領は手腕を発揮いたします。まずはインフラ整備が大事だということで、コンパクトロード、それの建築に着手するわけです。コロール島のコロール、中心的な町、そこに首都があったんですけども、それを隣のバベルダウブ島に遷都、都を移す、これも実行し始めたんです。そしてもう一つ大きな問題がありました。パラオ政府にとって非常に重要なことです。イギリスの建築会社 IP セコと言います。その会社といろいろ揉めてたんです。発電所の建築の件でいろいろやりましたけども、ごたごたが続いて頓挫しているような状況になっちゃったんです。その違約金みたいのを払わないといけない。それがなんと7000万ドルもあったんです。7000万ドルですよ。それをもうパラオ政府は払わないといけないけど、お金ないもんだからどうしようもないんです。頼むから、もうパラオは今からなんとかやっていくような国だから、お金もないから助けてくれとお願いしたんです。負債を減らしてくれ、こう願って、7000万ドルの負債が2000万ドルまで下げたんです。そしてその借金を5年間で完済したんです。それからパラオはぐーっと伸びてきます。国内総生産がなんと2倍近くまで伸びたんです。それから税収も倍増したんです。パラオにとってはアメリカが一番重要です。それ以外では我が国日本なんです。日本との外交貿易関係を非常に重要視したわけです。何度も何度も日本に足を運んで両国関係の発展に尽力されたんです。大統領の職を終えてからも来日は続けて、ずっと交流を続けていくわけですね。その間に日本のテレビ番組、1億人の大質問、笑ってこらえてってのがありましたでしょ。あれに出演されて、それから早稲田大学でも講演をやってるんです。中村邦夫、パラオ共和国第6代大統領です。今日は以上で終わります。皆さんどうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。